ハレピッピと乗りたい。1万回再生いかないと次の動画が出せないので。皆さんこんにちは、ラブリーズの八木咲です。前回の動画1万回再生ありがとうございます。無事に2本目の動画を出すことができます。ということで今日は名古屋にやってきました。早速今日の検証に参ります。動物は加工アプリに反応するのか検証します。ということで入園しました。何の動物がいいかな。基本動物って目と鼻があるから反応すると思うんやけどな。サイがいます。サイ、サイ、サイはやめましょう。ゾウです。ちょっとゾウで試してみたいと思います。目と鼻はあるので。レッサーパンダ車、レッサーパンダ車見つけました。こっちです。あ、すごい、あーすごい泣いてる。大丈夫かな。できるかな。早いな。ダメだ、レッサーパンダは動きが早すぎます。ちょっとやっぱ動きが早いのは取りにくいので、動きが遅いであろうコアラとかを狙いたいと思います。え、これよくドラマとかで見るやつや。これ私の憧れ。でも乗ったら別れるって言わせる。嘘、じゃあダメやん。将来こういうのをハレピッピと乗りたい。あ、本当に乗ったら別れるのか検証します。そうなったらコアラです。コアラ車。止まってはいるけど寝てる。反応しないです。やっぱりちょっと待って、靴ひも気になるな。マネージャーの靴ひも待ちです。やっぱでもゴリラは人間に一番近いと思うので反応すると思うんですよね。だからちょっとゴリラに行きたいと思います。ゴリラチンパンジーさん、ついに反応する時が来ました。え、絶滅危惧種ないの。絶滅危惧種って何。絶滅してそうってこと。あ、そういうこと。コラボです。ヤギ、私もヤギっていうの。ちょっとヤギもしかしたら反応するかも。反応するかな。ちょっとこっちのヤギで。めっちゃこっち見てます、アルパカ。ちょっとチャンスかもしれない。無理かな。アルパカが反応しそう。あ、ほらほらほら。え、待って。反応した。反応しました。
結果アルパカが反応する。さあということでまさかの結果になりましたけども、まあでもアルパカが反応してよかったです。ということでこの動画もですね1万回再生いかないと次の動画が出せないので、皆さんまた再生よろしくお願いします。この後も名古屋でいっぱい動画撮るので本当にあげたいのでよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さあ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 、動画はね、終わったわけなんですけども、ちょっとまだ切らないでください。もうシュッてしようとしたでしょ今。まだしないでください。ここからはですね、もういきなりなんですがクイズをしたいと思います。題して、ほんまにちゃんと動画見てたかクイズ。見切り発車でやっております。まあ、このクイズはみんながちゃんと動画を隅々まで見てくれてたかっていうクイズです。なのでこれを答えられなかった方はまあながら見してたんじゃないですかね、うん。ということで今から出すクイズをコメント欄に答え書いてください。全問正解した人にはなんかいいことが起きるかも。早速第1問目。マネージャーの靴はどのブランドだったでしょう？ A. ナイキ、 B. コンバース、 C. ニューバランス。あれですね、マネージャーさんの靴紐がほどけちゃってちょっとこうマネージャーの靴紐を結ぶ待ちをしてた動画ですね。まあちゃんと見てた人だったらどの靴やったか覚えてるんじゃないですかね、うんうんうん。まああれちょっと何だったかなって人は全然巻き戻してもらってもまあカンニングになりますけどね。はい、わかりましたか。では次の問題に行きます。2問目。私が将来乗りたいと言っていたアヒル、将来どの色のアヒルに乗りたいでしょう？まあそんなん知らんわっていう声が聞こえますね、うん。だって動画の中では言ってないもん。言ってないんです。でも大体わかるでしょ。 A. 白、 B. 青、 C. ピンク。わかりましたか。では次の問題に行きます。次がラストです。3問目。この日私がつけていたイヤリングは何のイヤリングだったでしょう？ A. 蝶々、 B. お花、 C. パール。はい、興味ないわみたいな声もちらほら聞こえてきますが、はい、答えてください。強制です。さあということで3問出しましたが、皆さん分かりましたか？コメント欄に書いてくださいね。ということで動物園の動画内でも言ったんですけど、この動画再生回数1万回いかないと次の動画が出せないので、皆さん再生よろしくお願いします。ちょっと次回の動画の予告もしときたいと思います。みんなが見たくなるようにね、うん。さて次回の検証は、次回の検証はどんなに大きい紙でも8回以上折れないらしいっていう検証をしました。名古屋のテレビ塔が見えるところでもうめっちゃ大きい紙を用意して8回折りました。もうこう紙をね準備するのがすっごく大変で、もうスタッフさん総出で風が強い日だったのでもう大変だったんですけど、もうその大変な血と汗がにじむような努力をしたところを見てほしいと思います。それでは次回の動画でじゃんけんぽん。うふふふ。